そうだ、沖縄に行こうと思ったわけですよ、僕は。まあ、マイルで無料の飛行機というのを4月の頭に予約をして、マリオットボンボイからそのスペシャルオファーが来ているので、これで、28,900 円プラス6万ポイントということで選びましたので、うん、これで家族3人で2泊3日の沖縄旅行、飛行機代もただ。節約大全公式チャンネルの時間が今日もやってまいりました。はい、よろしくお願いします。というわけでね、今日はね、マリオットボンボイの2021スペシャルプロモーションに乗っかってしまおうというですね、スペシャルプロモーション、はい、僕ら今ポイ活がね、はい、盛んじゃないですか、うちのチャンネルは、はい、だからね、ちょっとやっちゃおうかなっていうテーマなんですけどね、ずっと話しているね、 SPG アメックスカードを持っている人たちはですね、すごく恩恵を受けられるプロモーションが来ているわけですよ、マリオットボンボイの。もう作ってるよね、みんな、ね、だってさ、言ったじゃん、あんなにいいよ、お得だよ、年会費以上のメリットがありよりのありだよって言いましたよね。SPG アメックスさん持ってて、マリオットボンボイのゴールドエリート会員であることを前提にですね、今日は話を進めていきたいと思います。はい、まあ、皆さんもうゴールドエリート会員ですよね。ね、ね。ね、作ってねえな、さては。はい、まだ持っていない方はですね、指を加えて見ててくださいっていう、そういう台本なんですけど、先に指を加えるっていう。というわけでですね、このチャンネルは何かの文脈で誰かがお得になると判断したことであれば、どんなことでも取り上げる雑食節約チャンネルです。難しい。というわけで、今日のテーマは、クレカ旅行という形になりますので、はい、こちらですね、いろいろ過去動画やってますよね。はい、クレジットカード、何がいいとか。うん、アメックス、僕、結構使ってるので、アメックスのプラチナのやつか。アメックスプラチナ持ってる人は全然もうそれで事足りますので、はい、わざわざSPG 作る必要ないんですけど、まあ、SPG アメックスは本当にメインカードにしてもいいんじゃないかな、みたいなね。うん、そういうカードよ。頑張る。なので、年間で10万だっけ ?3 万だよ、3万 !SPG アメックスは3万です。SPG アメックスは3万か。そうです。ぜひですね、チャンネル登録して過去の動画もご覧になってみてください。はい、お願いします。お願いします。はい、まず、なんでこのマリオットボンボイのオファーのね、話、プロモーションの話っても、はい、YouTube 見たら散々上がってくるんですよ、みんながこう。はいはい、1月、いつだったかな、半ばぐらいに。でもみんなね、旅行系の人たちが、こぞって、わーっちゃーマリオットボンボイ、キャーっていうやつをすごいやってたので、はい、まあまあ、もうおなじみの人はおなじみだと思うんですけど、なんで今更ね、やるのかという話なんですけど。今やった方がいいと判断したわけですよね。いや、っていうかもうさ、やることないんですよ。もう僕、馬ももう今興味ないじゃないですか。馬興味ないし、だからちょっと旅行系をね、ちょっとやろうとか、ポイ活、ペイ活をやろうみたいなことになった時に、そうだ、沖縄に行こうと思ったわけですよ、僕は。で、4月に沖縄に行こうということでですね、はい、ツイッターなどでいろいろごちゃごちゃつぶやいてたんですけど、まあ、マイルで無料の飛行機というのをもう、4月の頭に予約をして、はい、沖縄に行くんですよ。だってタダだから。そうだよね、使わないってことだもんね。そう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 、うん、で、実はその ANA さんがですね、はい、3月まで、プレミアムポイント倍付けオファーというのが来ていてですね、はい、3月31日まではさらに飛行機に乗ったプレミアムポイントが倍になるっていうね、3月までなんとか行きたかったんですよ。だけどうち今受験生がいるじゃないですか。幼稚園の、スキー合宿もあるんですけど、その日程とかもね、全然確定しなくて予約ができないのよ。だから4月の頭になったんだけどね、はい、で、飛行機は取りましたと、はい、で、そしてマリオットボンボイからそのスペシャルオファーが来ているので、はい、ホテルも、マリオット系列にするかということを考えていて、あ、そういうのあったなっていうね、なるほど、そういうのが来たなっていうので、この動画の撮影に至るという。なるほどね、全部俺の勝手な都合でこの動画のテーマは決まっていきます。時期的に戦略を練ってたわけじゃないです。ないです、ないですね。これがまずね、はい、マリオットボンボイから来てる、まずこれです。宿泊クレジット申請、カード会員特典の一つとしてお客様のアカウントに5泊分のエリートナイトクレジットを加算いたしました。この特典はカードが有効である限り1歴年、まあ、1年ごとにね、毎年申請されるという、はい、これは会員ステータスのを獲得していくのに必要なその宿泊実績、それを5泊分最初から5泊泊まったことにしてあげるよ、プラスしてくれるっていう。これは SPG アメックスを持ってると毎年自動的に5泊分もらえるんですよ。なるほど、そういうことね。で、それがまず来ましたと。はい、そして次に、こちらですね、はい、50% ボーナス。もうこれもね、よくわかんないかもしれないですけど、まあ要するにですね、会員ステータスに応じた宿泊実績が付与される。シルバー、ゴールド、プラチナ、チタン、アンバサダーっていう段階があるんですけど、はい、ランクに応じた宿泊実績が、付与されます、はい、目標達成まであと半分ですっていうね、半分の宿泊実績をくれるっていう。次のランクに至るまでもう半分消化したことにしてあげるよっていう。
次のランクではないんですよ。今自分がいるところの半分、あれ毎年一応リセットされることになって、あ、そうか、そこを維持するためのっていうね。そう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 、そういうこと。はい、そして2倍獲得。はい、ベタートゥー、ティガさん、要するにですね、はい、まあ、これは2021年、今年の2月16日から4月27日までの期間中に200以上の宿泊をすると2倍のポイントとエリートナイトクレジットを獲得できます。4泊したことになるってこと？そういうことですね、はい、でさらにポイントも倍、ポイントも倍付けで、これは、ただポイント宿泊のみで2泊するのは対象外なので、あ、ちゃんとお金を払って、そうそう、1泊がポイントでもいいけど1泊は有料みたいな感じ、組み合わせでも OK。 仕組み的なことを言うと、予約番号を同一にする宿泊にしないといけない。あ、じゃあ同時に両方とも、そう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 、連泊しなきゃいけないって、連泊しないといけない、そういうことです、そういうことです。はい、あとですね、はい、前ディズニーのシェラトン、はい、に泊まった動画やったじゃないですか、はい、あれ予約の動画もやったの覚えてる、その時っていうのは SPGIMX の、まあ、カード更新特典である無料宿泊サーティフィケートというのを使ったんですよ。はい、覚えてますか？覚えてないですか？だから僕は無料で泊まってるんですよ、あの東京ベイシェラトン。 SPGIMX のポイントが30万ぐらいあるやつだっけ？うん、だからそれはポイントはまだそのままあるんだけど、そうではなくて無料宿泊毎年特典だ。そうです、だから、これで、それで年会費以上の、ね、思い出した？年会費以上の金額のホテルに泊まれば、もう年会費はそれだけでもペイできるっていう。そうです。でホテルに泊まった時に、あ、ゴールドエリート会員様、あ、どうもみたいな感じでね、挨拶しに来てくれたよって言ったんじゃないですか。2つセットだから、あれは忘れてるの、お金なしは。ということで、その SPGIMX のカード更新特典でを使う場合は、なんか仕組み上ね、さっきちょっとやってみたけど無理だったんですよ。だからそれを使う場合はデスクに電話して予約して、その宿泊特典と一泊有料でっていうのを組み合わせて作ってもらうんだけどね。だからそこだけちょっと注意として覚えててほしいんですけど、はい、ここからですね、まあ実際にじゃあどうやって予約をするのかみたいなことをちょっとね、一緒に見てみましょうということで、まずはさっきのね、その2020年獲得の会員ステータスに応じて宿泊実績を付与という話ですけど、はい、うん、会員ランクがあるわけです。一般、シルバー、ゴールド、はい、プラチナ、チタン、アンバサダーね、うん、で、5泊13泊25泊38泊50泊分のエリートナイトクレジットが付与されます、はい、まあ要は宿泊実績が付与されるということなんですけど、うん、だから SPGIMX 持ってる人はまずそのゴールドエリート会員だから、ゴールドエリート会員になるには25泊分の宿泊実績が本当は必要なんだよ、はい、だからそれの半分で13泊分もらえるということ、うん、なるほど。でさっきの最初の一番下に書いてあるけど、この SPGIMX 会員は毎年5泊自動的に付与されるっていうのと合わせて、はい、だからもう18スタートなの、はい、あとはプラチナエリート会員にならないといけない、その上は、はい、僕たちは、はい、ゴールドなの でプラチナエリートになるために50泊が必要なのね。50泊のうちもう18持ってるよっていうところからスタートできる、はいはい、だから32泊分でいいんだけど、はい、2月16から4月27までは、連泊すれば倍付けだから、うん、要するに16泊分すればもう50泊に届くっていう。ああ、その間に、うん、そうそうそう、だからその間に、2泊したら4泊分じゃないですか、うん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 、だから4回やればいいってことですよね。例えば金土でなんかどっかに泊まりに行くみたいなことを、マリオットのホテルに泊まりに行くみたいなことをもうその4回やれば、はい、週末に、はいはいはい、うん、もうそれだけでプラチナ獲得ということで、なるほど、うん、っていうのですごく楽ですよっていう。その上のステータスの人がね、もともとプラチナの人は25もらえるから、うん、プラス5で30泊あるから、あと45でチタンエリートになれる。アンバサダーエリートは100プラス2万ドル使わないといけないんで、200万か、そう、200万円をマネットボンボに落とさないとアンバサダーエリートにならないですね。その代わりね、やっぱすごい、特典がありますよ、この上の方のランクになればなるほど。だから普通、まあ前も言ったかもしれないけど、本当にプラチナとかチタン、プラチナでも結構その一番安いランクの、部屋を予約してもスイートにしてくれるとかね、はい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 、アップグレードで、だからもう全然そのお得さは違うっていうのはあるんだけどね。お金を使うなら使ってた、バックがどれくらい大きいかっていう、そういう部分で、節約と期待値がでかい、はい、そういう意味ですね、はい、そういうものをちょっと追求していきたいという、うん、そういう人向けの話です、はい、だからちょっとあの普段のねペイ活ポイ活、あの辺とはまたちょっと違う、こう毛色の話にはなってくるとは思いますけどね、はい、はい、で実際にこれを予約していきたいんですが、はい、こちらですね、マリオットボンボイのサイトでございます、はい、この、検索ご予約というところを押して、でこれを例えば、沖縄と選んで、はいはい、こちらを選びます、はい、
日付をこのように指定していきます。4月の2日から4日の200、はい、人数を指定します。ワンルームで大人2人、子供が5歳。あ、年齢を入れるのか。子供5人じゃないです、5歳。はい、で、これを入れて、うん、このポイントサーティフィケートを使うというところにチェックを入れてからホテルを検索。はい、ルネッサンス沖縄リゾート、シェラトン沖縄サンマリーナリゾート、はい、沖縄マリオットリゾート&スパーザ・リッツ・カールトン沖縄というのが出てきます。はい、できればリッツ・カールトン沖縄に泊まりたいところではありますが、はい、まあ、こういう時期で、あと子供がいてプールにも入りたいみたいなことがいろいろありますので、うん、本当はね、ルレッサンス沖縄リゾートに行きたかったんですよ。カテゴリー7のいいホテルでね、行きたかったんですけどね。でもこれ見て、ポイントがないじゃないですか。ここは12万ポイント使いたい。本当だ、そうそうそう。ないんですよ、ポイント。だから、これはもう仕方がないということで。使えないんだね。はい、なので、こちらのシェラトン沖縄サンマリーナリゾートに今回は予約をしていきたいと思います。はい。料金表示をクリック。で、これで、パーシャルツイン。はい。という、まあまあこれしか出てこないので、お部屋のタイプが、うん、はい、で、もうここで予約をします。はい、はい、で、これですね、このままだと2泊12万ポイントというものを消化されてしまうんですけど、はい、これで、支払い方法をカスタマイズするっていうのを一泊は払わなきゃいけないもんね。そうそうそう、そうすると、ここに現金とかポイントかっていうのを選べる枠が出てくるので、はい、うん、まあまあ安い方ですね。金曜日をじゃあ現金で宿泊するように買えます、はい、そうすると、現金とポイントでこれクレビューっていうのをやらないといけない。それを押さなきゃいけない。ああ、そうそう。で、これで、はいはいはい、うん、で、これで、2万8900円プラス6万ポイントということで選びましたので、うん、選択をします。はい、これでしっかりとできましたね。2万8900円プラス6万ポイントで、これで家族3人で2泊3日の沖縄旅行、飛行機代もただ200の宿泊に対して6万ポイントがマリオットボンボイアカウントから差し引かれますということで、これを今すぐご予約、はい、これで予約が完了ですね。はい、シェラトン沖縄サンマリーナリゾートに、これで2万8900円で行けるということでね。はい、飛行機代も0円、ホテルも1泊0円、2万8900円家族3人、素晴らしい。はい、格安旅行、あとレンタカー代がちょっとかかる。ああ、そっかそっか、うん、そういう感じになっておりますが、で、これはもしね GoTo トラベルが、またね始まっていればそれもちょっと適用して、組み合わせてね、現金だから適用していきたいなというふうに思っていますが、はい、まあ、4月のことなのでどうなるかちょっとまだ分かりませんけど、うん、そのあたりもまた、改めてご紹介したいというふうに思っております。はい、ということでどうでしょうか、金谷さん、金谷さんの感想コーナーというのはちゃんと設けてありますので、はい、よろしくお願いします。今日はそれで締めていただきたいなというふうに、うんうん、いや安いなと思って。そうでしょ、そのシェラトンのやつ、うん、東京のね、うんうんうん、あのシェラトンのやつもあれも無料だったわけでしょ、うん、特典で。そうそうそう、で今回もポイントとうまく組み合わせてキャンペーン利用して、はい、2泊で2万8900円、はい、1泊は無料で飛行機も無料でしょ、はい、めっちゃバックもらってるよね。そうですよ、だから言ってるじゃないですか、いつもそうやってそうやってお得にいろいろ楽しんでいきましょうっていう話をずっとしてるわけですよ。だからもう SPG アメックスみんな作ったねっていう話。なかなかハイグレードなポイカツですね。下級ポイカツで、ファミチキもらうところからはい、ホテルを無料で泊まったりとかですね、うん、飛行機にタダで乗ったりとかそういうところまでいろいろこうやってますので、いいなって思いました。だからそれ1年間とかこうやってやっていったら、多分1年に1回家族旅行をこうやってね、うん、行くとか全然できると思うので、はい、うん、そうじゃない、まあ皆さんは多分馬にお金を使いたいだろうから、うん、ね、こうやって浮いたお金を馬にとかできるじゃないですか、うん、だからこういうのをいろいろ活用してね、お得に生きていきましょうという、それが節約大全のレゾンデートル。レゾンデートル、存在意義ですね。馬の名前でもあったっていうことです。はい、なんかこれでね、見てもし何か作りたいなっていうのを、思ったら、前マリオットボンブの動画もそうだけど、アメックスプラチナの動画とかで、はいはい、アメックスの担当の人ついてるから、まあ、紹介できるよって話もしたと思うので、うん、はいはいはい、それも相談いただければ全然紹介もしますし、実際お一方連絡いただいたもんね。そう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 、うん、ご遠慮せずにどんどんご相談もいただければなというふうに思っております。はい、はい、それでは今日の話がちょっとでも面白かったら、ぜひ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いいたします。お願いします。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。ありがとうございました。どうも、バイバイ。めちゃめちゃお得だよね。閉めて閉めて、あ、閉めればいい、もう閉めて。それでは、おお、そういう閉めかよ。
あ、違う。はい、お疲れ様です。どうも。